ナンダンクッキング、そうなんですよ、うちナンダンクッキング、ナンダンクッキング、ナンダンクッキングやってますから、ナンダンクッキングやってんだ。それは私たちも呼んでいただけないんでしょうか。来てください、来てください、ぜひお願いします。ここでどんどん次も次も来るナンダンクッキングをねやって、あの、いやちょっと僕も今卵料理だけはさすがに自信あるから。マジで何作るの？卵、卵料理はオムレツ。かわいい。ん？え？え、今？あ、なんの？え？食べてかさ、食べたい。え？ってか、いやだけど、あの、いや僕の求めるスパイスがちゃんとこのうちにはあるのかい？スパイス？急にさ、急にコールサミンでコールサミン感じ。コールサミン。スパイス。あ、そうよ、そうです。スパイスなんて入る？オムレツにスパイス。うちのオムレツはターメリックと。うん。クミンと、コリアンダーと、カレーじゃん。そう。あとね、シナモンと、クローブと、カレーだ、カレー。カレーだ、カレーだ。それカレーじゃん。全部使いますから。うちのオムレツはそれ全部使いますから。え、カレー粉でいいじゃん。ダメ、ダメ、ダメなの。なんで？カレー粉じゃダメなの。え、どういうこと？何？スパイスオムレツ。うち、うちはあの、スパイスで戦っていくから。スパイスで戦っていく。スパイスで戦っていく。スパイスで戦っていく。めっちゃ面白いね。スパイスで戦っていく。スパイスニキってこと？うちはもう、スパイスしかないから。そうだったんだ。何からそうなったの？ん？その。いや、だから、まず、いや、だから本当に僕は料理始めたの2週間ぐらい前なんだけど、あの、まずスパイスから入る。嘘。あのね、いや、まず、いや、だからさ、とりあえず、じゃあさ、日々さ、生活していく上でさ、お腹空きました。はい、中う。はい、好きや。いや、うまい、うまいよ。全部うまいんだけど、超うまい。そういうのばっかりやってたらやっぱ太るわけじゃん。だから、ちょっと、あの、スパイスで痩せようとしている。スパイスで何？いやいやいや。燃やそうとしてんの？そう。で、そう、ダイエットしなきゃなんないなって思って、じゃあやっぱ自炊しなきゃダメなの。で、まあ、結局困ったらウーバーイーツって、ウーバーイーツ。全部もう、なんでも、そう、ガパオライスとか、なんか、なんとか麺とか、全部まあまあ、あれね、糖質がたくさん入ってるわけよ。これは自分で作らなきゃならない。っていうので僕は調べたわけですよ。うん、めちゃくちゃ簡単に作れて、うん、めちゃくちゃ簡単に作れて、かつ糖質の少ないダイエット食を作るにはどうすればいいか。うん、インドカリーコさん。インドカリーコさん。インドカリーコさん。知ってますか？知らない。インドカリーコさんっていう方が、はい、あの、いらっしゃって、はい、そのインドカリーコさんはそのスパイス料理のメニューをいろいろ出してらっしゃって、うまいもんね、そのね、聞いてますか？聞いてますか？そう、インドカリーコさん。そう、インドカリーコさんのレシピに従って、スパイス料理を作り始めたのが、僕の自炊の始まりです。で、まだそっから出てない。最初、ガセちゃん緊張したなぁ。で、やっぱ、その、なんか、その、すんごい怖そうだからさ。うんうんうん。なんだけど、なんか、同い年って知って、最初多分敬語で喋ってた感じなんだけど、同い年って知って、頑張ってタミ語で喋らなってなって、で、なんかちょっと奥手っぽいから、なんか、いろいろこっちから、ヘイヘイ、ガセちゃーんって。いや、だから、あ、だから、あれだよ、多分、いや、ガセちゃんってあだ名をつけたの僕ですからね。そうだね。そうだね。それまで、だからさ、あだ名がなかったわけよ。はい。それだって、知らないわけだ。そう、そう、みんな。知らないわけだし、だから、みんな、松ヶ瀬さんなわけよ。松ヶ瀬さん。いや、ここはちょっと行くぞっつって、へいへい、ガセちゃーんっつって。いや、そう、なんか変な居酒屋の上の方の階のさ、なんか通路みたいなところでね。うん。そう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 。いや、だから、おかしいじゃないですか、松ヶ瀬っつってなって、それをあだ名がガセちゃんっておかしいじゃん。うん。まっちゃんとかさ、まつ、ね、とかさ、だから今ちょっとまつもちょっと台頭してきてるけど、うん、まあ別のまつがいるから、そこもあれで。うん、でもそこは今のね、いや、ガセちゃんって僕もその当時、どう言うかなっつってちょっと悩んだのよ。うん、同い年だけど、なんかやっぱちょっと怖いから、なあ、まつ、まつってあだ名つけるのもちょっと、でも、まつってさ、いっぱいいるじゃん。そう、いっぱいいるしね。そう、他にも。そう。だから、それをもね、いろいろ考えて、これだ、ガセちゃんだ、と思ってひらめいてる。これがね、今も生き残ってるのは、僕は非常に嬉しいですね。そうですね、すごい。はい。なんか、あの、じゃんけん、最初はグーを考えた志村けんみたいなことですよね。そう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 、そういうこと、そういうこと。もっと言って、そういうの。そういうこと、そういうこと。確かに結局、それがなんか、
そっから広まってみんなそう呼ぶようにガセちゃんってなったもんね。感じだから、ね、そうなんだよ。だからちょうどいいんだよ、ガセちゃんって言い方っていうのは、うん、そのガセちゃんのこのちょっと小モテで、うん、なんか人見知りな感じのイメージがあって、うん、そことこう距離感を縮めるっていうので、ガセちゃんって呼び方ってちょうどいいんだよね。うん、で、後輩からもさ、ガセさんって呼びやすいじゃん。うん、呼びやすい。うん、そうなのよ。確かに松ヶ瀬さん硬いのね。そう、松ヶ瀬さん硬いの。硬いね。わかるな。じゃあ、そうなんだ。二人とも私たちもガセさんにする。私、うん、も。すげえ、でも、狭いって言ってたんじゃない？今大丈夫？大丈夫？大丈夫？パンティーが映ったんじゃない？あ、パンティー、パンティー映った？大丈夫かな？イエスパンティーでは。うん、イエスパンティー。ビキニなんじゃない？ビキニかもしんないね。今見える。イエスパンティーだったんじゃない？うん、あ、見えてないわ。大丈夫。ああ、よかった。うん。女性の二人にお願いです。はい、園田さんが何カップか調べてください。はい、園田ファンより、じゃあ、片乳ずつ行きましょうか。あ、じゃあちょっと調べてみて。何カップか。あ、でもさ、園田さんさ、うん、スリムだわ。スリムだよね。ビーチ部しかないわ。マジでスリムだわ。カップない、なしカップ。うん、カップなし。カップなし。ダイエットもしなくていいし。検証結果、カップなし。だってさ、アンダーとトップの差でしょ。あ、ない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 、ちょっと待って。ノーカップ、スリム、スリム。今ね、お腹へこましてんのよ。へこましてんの？へこましてる。あ、でも、スリムだな。だいぶスリム。おぉ、うん。今いくつですか？え、カップ。違う。エイジ、エイジ、エイジです。エイジ、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 4、アラフォー。アラフォー。うん、でも、アラフォースリムや。めっちゃスリムか。同い年だよ、ほんと？うん。80年生まれだったし。そう。43、43、いや、いやいや、大丈夫だよ。ほんと、いや、大丈夫、大丈夫。でも、硬いよ。てか、ソナさん大丈夫だよ。ダイエットとかしなくていい。いやいやいや、しなきゃダメだ。いらん、いらん、いらん。いや、まだ飲んなくていい。ダメだ。めちゃくちゃ。俺はまだモテたいんだ。モテるんだ。じゃあ。選手権のお題ちょうだいよ、お題。選手権のお題難しいな、じゃあ。選手権のお題。最近あった日常に溶け込むエッチなこと選手権しました。エッチなこと？うん。日常のエッチ。日常エッチ系ね。日常。ああ、はい。あるの？はい、その野健選手。僕ね。はい。おとといね。おととい。高尾山に登ったんですよ。うん、はい。高尾山に登って。配信できますか？配信できますか？はい、大丈夫です。全然。一線超えてない。大丈夫ですか？全然大丈夫です。ね。高尾山登って、高尾山ってもう下の高尾山口っていうところがあって。高尾山口。そう。で、リフとか、リフとか、ケーブルカーで、途中まで行けるんですよ。うん。で、そっから先を、まあ、歩いて登って、歩いて戻ってきて、最後またリフトかケーブルカーで戻ってくる。うんうん、で、まあ、で、このリフトかケーブルカーのとこも、まあ、登っても降りてもいいんだけど、まあ、結構な人はもうリフトかケーブルカーで途中まで行って、そっから登って降りてきて、で、まあ、これで合計多分5キロぐらい。うん、で、まあ、終わって、みたいな感じなんですよ。で、ね、僕は音で初めての高尾山に行きまして、このね、そのリフト上がったところから上がって降りて5キロぐらいやって、で、まあまあ結構疲れたけどまだいけるなって思って、その後、そのケーブルカー乗ってるところを歩いて降りようと思ったんですよ。はい。歩いて降りようと思ったんですよ。結構ね、まだいけるかなと思ったんだけど、その実は足はパンパンだったんですよ。パンパンで。そう。で、たださ、ふもとの方だからもう楽勝だと思うじゃん。うんうん。そうしたらね、この高尾山の上よりも、この下の方が、勾配きつくて、はい、もうね、めっちゃやばいの。勾配もこんなの、もう45度ぐらい、それはもう言い過ぎだけど、うん、30度ぐらいある感じで、はい、もうさ、ちょっと、もう一歩歩くだけでもう、この太ももにズシーンってきて、あ、もうこれはダメだと思って、もう後ろ向きながら歩いて降りるぐらいの感じになってたわけですよ。はい。これはね、そう。で、これはもう、そう。で、これで、このなんか2キロぐらいっていうのを、後ろ向きで歩きながら、これはもう、僕はもう、たどり着けないんじゃないかと。うん、下までたどり着けないんじゃないかと。このまま、ここで死んでしまうんじゃないかって思ってたわけよ。はい。命の危険を感じて。そうなのよ。うん、で、これどうやって降りようと思ってたの、うん、だから普通にこうやって歩いて降りてったら、すごいきつい。うん、後ろ向きだと後ろが危ないし、チンタラチンタラになる。チンチン。うん。チンチンね。うんうんうん。そこはやばい。いや、そんな時に、うん、僕の、
横をね、うん、上からものすごい勢いで降りてくる方がいたのよ。はい。はい、勢いがあって。そう。そうで、ものすごい勢い降りて、でもうこれ僕はこんなに苦労してるんだって、うん。普通に歩いて一歩ずつ降りるのはこんなきついんで、後ろ向きでも全然一時として進まない、うん。このきつい中をものすごいスピードで降りてくる。これは何事だと思ったのよ。何事だ、はい、何事だ何事だと思った、うん。そうしたらね、多分ね、ちょっとあの黒人の方、まあなんかちょっとまあ、うん、なんかよく海外の方のちょっと褐色系の方の女性ね、結構まあ若い女性なんだけど、その人がものすごい勢いで降りてて、でその人が誰と降りてるかっていうと、だからね、こうね、僕はね、こうやって降りて、あ、きつい、きつい、きつい、ちょっと後ろ向きで、ああ、これちょっとマシだけど、なかなか降りれんって思ったら、その女性がね、スケートみたいに、こうやって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 、降りてたの。スン、スン、スンって降りてて、それ見たら、エロエロいか思いました。何どの辺にエロさを感じたの？何股？何股の部分？だからそのね、だから山でさ、女の子がね、こうやってこうこうだから、だからちょっとこうスペースあれだからこうスケートみたいな感じで、うん、だからすごい急勾配なんだよ、うん、急勾配をこうこう、うん、こうこうみたいなスンスンスンつって、うん、降りてってった。まあまっすぐ行ったら危ないからね。まっすぐ行ったらやっぱここに負荷がめっちゃかかる、うん、太ももにかかるから、こうこうつってちょっとでも勾配低くするのでこうやって降りてこい。これ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 なんだ。エロいと思った話選手権じゃなかったっけ？あ、それが、うん、エロいんだ。エロ、エロ、エロスを感じたのね。エロいなって思った話です。やっぱもう、これはちょっと人それぞれ。エロのレベルがちょっと違いすぎて。違ったな。直接的なあれじゃなかったもんな、しかも。うん、まさに何なんていうコメントが。はい。園田さん、すごい。すごいよ。すごい。本当にすごい。天才だわ、本当に。本当ですか？本当だもん。日常でそれを感じてたってことだもんね。いやいや。あの、スケートのように、ガリ股なんだけど、スッ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 って、あの、ちょっとガニ股になる、ガニ股になる、スッスッスッって、あの感じ。日常に潜むエロ、うん、エロいかな。ちょっとレベルが高いね。トップバッターにしては